皆さんこんにちは、かほなんです。今日は海に来ました。海釣りをしてきます。なんかね、あんまり海釣りをやったことがないんですけど、じゃん、こんなものが売っておりまして、なんかね、昼夜兼用固定浮き釣り7点セット。こんな感じで針とか、この光る浮きとか電池とか、まあ、なんだかいろいろ入って、説明書が入ってるセットがあったので、まあ、これさえあれば海釣りなるものができるだろうということで、このね、説明書を参考に始めていきたいと思います。めっちゃ悪い顔してる。はい、形にはなりました。今日の餌はイソメかな、確か。ではでは、すぐやってきます。投げようと思ったら回数がすごい邪魔。ちょっとポイント変えます。ここにしようかな。意外と手前にいっぱいいるなって感じです。ちっちゃいのがいっぱいいるんですよ。ちっちゃいのは今日いらないというか、大きいのせっかくね、海だから取りたいんですけど、大物狙いでね、でかい針をつけてやるんで、大物がなかなか引っかからん、まあ、引っかからんでいいんですけど、はい、一回やってみてちょっと改善点が分かったので改善しました。まず浮きはね、なんかさっきのやつ重たかったのでこれに変えました。重たいとなんか絡まるんだよね、これだけが動いちゃった。あと磯目さんも細かく団子掛けにしました。釣れた。何おりゃ、なんかよう分からんのが釣れました。釣れたのはこれ、なんぞ、なんだ、すっごい気持ち悪い色の中釣れた。すごい青い、なんで、だけどおなじみの、すっごい、フグめちゃでかい、20センチぐらいありそう。途中で釣ったアジを切り身にしました。これでわらしべ長者する。ダメでした、全然引っかからんので、またエビにします。あ、来たけど、GoPro が、釣れました。もうさっき気持ち悪くて仕方なかったけど、もう名前が分かったら美味しそうに見えてきた。綺麗にかかった。うん、何度でもこの子が釣れる。
なんじゃねこれは。同じやつや。食べてみましょう。とりあえずね、いいどうかどうか私が決めます。釣った子たちです。これをさばいてきます。みんなベラかな。この子がなんか薄っぺらくて、この子たちなんかデブっぽいです。青いのがめっちゃ気になるけど、まあみんな魚でしょう。刺身って切ったことないな。はい、こんな感じになりました。洗ってきました。よいしょ。ちっちゃくなっちゃった。切るの下手くそだった。2匹だけやりました。で、なんかこれ共通して皮が美味しいらしいので、表面をさっと炙って締めて食べていこうと思います。なんでいいのか。これもさばくほど食べるとこないけど、一応このままなんかお寿司に乗ってそうだけど、どうしようかな。とりあえず木とか一口サイズくらいにしとこうかな。わあ、めっちゃ綺麗。めっちゃ断面図綺麗。いいね。できた。こんな感じ？わからん。さ、魚のさばき方学んでこなかった。もうこんなめっちゃ綺麗な身です。じゃあ今日本当は違うものを釣って違う料理をするつもりだったので、醤油を持ってきてないので塩で食べようと思います。同じようなもんでしょ。こっちがおはぐろベラで、こっちが干し魚の歯ベラです。いざ。いただきます。ああ。生ごはん。あっちは食べれるんかもしれんけど、怖くて食べれんで。とりあえず炙ろう。
きます。焼き魚になった、白身魚だ。よかった、食べれる。やっぱね、火落とさなきゃいかんね。びっくりした、締め方かな。ごちそうさまでした。くっさ、締め方がね、悪かったのかな。美味しくはなったけど、食べれるって感じでした。あ、海すごい臭い では、久々の海釣り、成果はまあまあぼちぼちでしたね。もっと大きいのが釣りたかったんですけど、そしてもっとなんか違う料理がしたかったんですけど、ちょっと誘惑に負けてノーマル刺身をしたは失敗。いやいや、失敗してないまあ経験として面白かったです。海なし県民なので、時々ね、海とか来てまたやっていきたいと思います。それでは、今回の動画は海に来て釣りして食べてみような動画でした。最後まで今回も見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなでした。バイバーイ。やっぱ煮物かな、煮物。